皆さんは悩んだりストレスを感じたり、または仕事でやらなければならないことがたくさんあって、ああどうしようと思ったりしたときに、どうやって解決をしようとしてますか？僕にはこの不安や悩みを解決するとっておきの方法があります。それはバカになることなんです。バカになる、え？って思った方も多いかと思います。私はバカになることで3つの効果があると思ってます。1つ目、自分のプライドのハードルを下げることができます。普段大人として行動していますと、どうしても今までの知識や経験からプライドが高くなりがちです。そんな時にバカになることでプライドを下げて、相手の心を気持ちを受け入れやすくなる環境を作ることができると考えています。2つ目は、プライドが下がったことで心を素直に表現することができるということです。心の中にあるストレスや不満な気持ちを表に出すことで、心が整理されてすっきりできます。3つ目、気分が良くなったことで、よし、今日も一日楽しく過ごそう、過去や未来いろいろ不安なことはあるかもしれないが、この一瞬だけを切り取って今を楽しく生きる、よし、何かのチャレンジするぞという気持ちになります。これが僕が考える3つの効果です。世界的に有名な生産性向上コンサルティングのデビッド・アレン氏は、行動するときに過去や未来を考えると余計な思考が出てくることを頭の中の猿という表現をして、その頭の中の猿を払拭するにはバカになることが有効だと言っております。僕は昨年の秋、身内の病気や家計のやりくり、家族との人間関係、仕事のストレスなど、さまざまな理由から少し気分が落ち込んでいた時期がありました。そんな時に明るい気分になりたいな、同じ1秒過ごすなら楽しく過ごしたいなと思い、普段あまり聞いていない YouTube を聞くことを考えました。さてさて、どんなキーワードで検索しようか。そうだ、面白い講演で検索しよう。そしてそこに引っかかってきたのが、バカにしないでバカになろうという鴨頭義人さんの YouTube でした。え、体に衝撃が走りました。大の大人がバカになるの？そんなことは僕にはちょっとハードルが高すぎるよと、その時は思いました。その後、縁あって鴨頭義人さんが主催するオンラインサロン、通称カモサロンに入部をさせていただきました。そこで普段自分が思っている悩みや行動を、ストレスをライブ配信により投稿したのですが、その際重要なのはバカになるということでした。ちょうど前の日に平成最後の番組で、たけしさんや所ジョージさんが昔懐かしいギャグ、コマネチコマネチとかアインを楽しそうにやってました。これっきゃないと思いました。僕もライブ配信をするときに自分なりのバカになる手法として、コマネチコマネチアイン使いました。ああやっちまったなと、何やってんだ俺はっていう後悔の念が来ると思いきや、どちらかというと爽快感、心がウキウキワクワクしたんです。そうなんです、子供の時のように無邪気に突っ走って、何も考えずに、損得も考えずに
突っ走っていた頃を思い出しました。バカになることで心が洗われて、よしやるぞという気に起こさせてくれたのです。さあ皆さんも時にはバカになりませんか？え、大の大人がバカになる？無理無理。私みたいに女性がそんなことできるわけないわという声も聞こえてきそうです。はい、もちろん私もずっとバカになってるわけではありません。限られた空間の中で、時間の中でバカになっています。私も地方公務員です。住民サービスを提供している際に、こまねちこまねちあいんはさすがにできません。しかし職場の空気がよどんでいたり、ちょっとここは静かすぎて何か一言ギャグでも言いたいなと思った時には、朝培っているバカになる力を発揮したくなります。うずうずしてきます。そしてあいん、そこはさすがに言えませんが、何かしらのギャグをぶち込みます。僕が移動する前の職場でいただいた言葉、豊田さん、よく冷めたギャグをぶち込んできましたよね。え、冷めたギャグ？うん、確かに冷めたギャグだったかな。自分としてはその場が和めばいいとしか考えてなかったので、そう評価されるのはちょっと寂しかったのですが、でもその場の雰囲気が明るくなったんであれば、僕のバカになる力も役立ったのかなと思いました。もう一度言います。皆さん、勇気を出して一回バカになってみませんか？そこのあなたも、あなたもお子さんもバカになってみましょう。そんな気持ちを誰かに接すれば、自分が気持ちよくなり、周りの人たちも気持ちよくさせることができるんです。自分の周りの世界をちょっとだけでいいですから変えてみませんか？バカになるって素敵ですよね。これからもまだまだ伸び盛りの51歳、バカにしないでバカになろうを心の土台に、これからも楽しく生きていきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。